everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンスターズスタジオから旧名古屋をお送りいたします。あのね、今日もね、ちょっと分厚いマスクをしてるもんですからね、ちょっと口が回らないんですけど、今やっぱりね、あの全国的っていうんですかね、コロナウイルスの影響でですね、外出を自粛しなさいっていうことがね、多くなってきますけども、王子はね、この滑りはね、自粛しませんよ。はい、お隣。自粛した方がいいと思うけどなーって思いながら、あら、クローゼットの掃除をしていたら50枚入りのマスクが出てきて、ラッキーって思った味噌煮込みスキーと、実はこのキウ名古屋、10月から放送してますけど、テレワークなんです。リモート放送となっております。ダンサーズでございます。はい、今週のテーマは飲み物、飲み物、ドリンク。お酒を覗きます。今週のテーマは飲み物、ドリンクです。アルコールは抜きでお願いします。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄を選択し、FM ギノワンを選択してください。今日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、ラジオパーソナリティタレントの城間ありささんになります。22時12分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋888、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、東海協和、そして個人スポンサーさんとして、真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。はい、メールをね、ご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、対名古屋チームの皆さん、こんばんは。今日はラッキーをつけています、アレックスです。ありがとうございます。ありがとうございます。飲み物は主に常温の水ですよ。朝はホットコーヒーを飲む前にやはり白湯です。たまにレモンを絞って飲みますね。夏は炭酸水がないとやってられない。ただの炭酸水に、これまたレモンを絞って飲んじゃいます。大人になって飲み物は砂糖が入ってないものを飲むようになりました。そうですね。王子もあれですね。まあ、コーヒーなんかでもね、ブラックで飲んでますけど、ちょっと甘いのがね、苦手になってきてますよね。ツイキャスいただいております。小勝からもちさん、こんばんは。青森からツイキャス見てます。ありがとうございます。今週も滑り王子が3人いらっしゃいますねって。あれ滑り王子が3人なの？マスクマンが3人じゃなくて。マスクマンだよね。ひろっちさん、こんばんは。こんばんは。で、沖縄ニュアンチュールさん、本物のマスクを着用の名古屋の皆さん、こんばんは。ということで。はい。ね、マスクマンのマスクは手作りマスクで。
そう、あのね、これね、ちょっと分厚くてね、こう、唇にね、フィットしすぎちゃってね、今日ね、ほんと口回らないんですよね。滑舌。ちょっとね、良すぎちゃってね。良すぎちゃって、フィットしすぎ。そうだね。はい。ですね、はい。そしてですね、スタジオはちょっとね、今日は窓を開けて、換気をすごくして、はい、寒いです。寒いです。厚着してるんですけど、寒いです、ね。ラジオ聞いてるね、皆さんもね、これからもっと寒くなるから ね。この30分間は寒くなるよ。はい、じゃあメールいきますね。はい。はい。旧名古屋の皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。読谷村からフルムーンイカリーです。ありがとうございます。ありがとうございます。コロナウイルス蔓延のニュースで気持ちがめいる毎日、滑り王子を筆頭とするお三方の明るいトークに心なしかほっとする、癒された気がするリスナーは私だけではないと思います。明るい雰囲気の番組、今週もありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よかったですね、マスクマン。今日も滑るよ。あ、滑るじゃない。今日もしっかりおしゃべりしますので。はい。で、ふざけるな。はい、今週のテーマ飲み物、私にとって最近ハマっている飲み物はスーパーとかで市販されているコーヒーのボスです。しかも缶ではなくペットボトルのブラックコーヒー、銘柄はクラフトボス。ペットボトルで市販されているいろいろなメーカーのブラックコーヒーを飲み比べてみた結果、クラフトボスが私のお気に入りとなりました。ブラックコーヒーなんだけど非常にさっぱりと飲めます。しかも 500ml で量が多く、100円前後で購入できるコストパフォーマンスに、このボスをはじめとする日本の飲料メーカーの努力にただただ脱帽、大感謝な気持ちでここ最近毎日一本飲んでますね。本当は優雅にスタバのコーヒーで行きたいのですが、それがファミマのコーヒーになり、このクラフトボスに行き着きました。ではお三方、コロナウイルスにお互い気をつけてまいりましょう。今週も明るい放送ありがとうございます。ということでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、好きなコーヒーは何ですか？あのね、UCC のちっちゃい缶のね、コーヒー、うん、ブラックコーヒーあるじゃないですか。ああ。あれがね、僕一番好きなんですよね。あれでも昔からあるやつですよね。そうそう。そうですね。だから今はね、ペットボトルのものとかもね、いろいろありますけども、うん、ちょっとやっぱりね、おじのこのフィーリングと違うんだな。フィーリング。フィーリング違う。うん。そうだね。どのコーヒーも噛み合わないと思うんだよ。やっぱり、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まして、マスクマンさん、味噌煮込みスキーさん、名古屋のダンサーズさん、こんばんは。こんばんは。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ラジオネーム、たまごやさんです。はい、ありがとうございます。テーマ、好きな飲み物、コーヒーかな。コーヒーは冬のインスタントのホットコーヒー。暖かい日はアイスコーヒーで1日4回飲むぐらい大好きです。私の勤めている食堂の奥の方にコーヒーのベンダーマシンがあります。普通のはインスタントで80円。100円出すと豆をひいたコーヒーが出てきますが、100円コーヒーの豆をひいた良い香りが私のところまで漂ってきます。一瞬ですが、コーヒーの香りで幸せな気分になれます。この匂いが分かればコロナウイルスじゃないねと思っています。あとカルピスなら完熟巨峰が好きです。普通のカルピスより美味しいと思います。居酒屋でお酒が飲めない私の唯一の楽しみです。はい、ありがとうございます。はい。ベンダーコーヒーですね。ね。あ、会社にもありますね。写真がね、はい、カルピスの巨峰。これは何だろう、コーヒーかな、はい、コーヒーの写真です。はい。出ます。はい。はい、じゃあ続いてですね。はい。はい、ハイタイ沖縄からのぴょんぴょんです。ありがとうございます。ありがとうございます。優しく今日のテーマ、飲み物、ドリンク。私が、マイブームの飲み物は、バタフライピーと言って美肌効果があると言われています。それを毎日いただいています。 2,3 枚の花をポットに入れてしばらくすると綺麗な青色の飲み物になります。これですね、写真が、はい、はい、青色、すごい青色、綺麗、味はないですがレモンを入れるとあら不思議、赤紫になります。白間さんは飲まれたことありますか、というメールでございますけどね。王子わからないですね。なんだっけ、豆かか何かのやつで、あ、青色なんですよ、綺麗な青色。
で、なんかね、レモン汁入れると色が変わるんじゃないかな、確か。うん、多分今これでね。ね、きっとそうですよね。うん、赤紫になるって書いて、ね、教えていただきましたけどもね。ああ、そうかそうか。うん、ね、そうです、そうです。青がね、赤紫ってことですね。なるほど、なるほど。はい。ね、味はないんですね。なんか、すごい話題にはなってて、うん、でもそれもあれですかね、こう砂糖とかをまた入れるとこう甘みが出てまた味も変わるんですかね。ねえ、でも多分あまり味はないのかな、豆からできてるから。うん、はい、シュプリームシュプリームさん、はい、沖縄牛乳あらる946リットル、46ミリリットル。はい、これは理由はご存知ですよね。はい、マスクマンどうぞ。はい王子に振らないでよじゃあ、うん、ダンサーズはわかる？これあれですよね、アメリカの企画の。そうです。1ガロンの半分の半分の半分っていう。1ガロンの半分の半分なのかな？なのかな、うん、確か。ね、そうなんです。946。ええ。そう、なんだろう、沖縄で、こう、ペットボトル飲んだ後に、また、なんだろう、普通に紙パックを買って入れると、うん、あれ量がんってなるんですよね。そうなんですよね。ね。はい。ということで、はい。はい、次のコーナーですね。はい。CM に入りまして、次はゲストコーナーです。白間ありささん登場です。はい。建設内装材のことなら名古屋の中川名木、奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプル8ではフォークリフトの整備塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい。今日は、電話ゲストコーナーでございます。本日は、沖縄で、ラジオパーソナリティ、タレントとしてご活躍いただいております、白間ありささんです。こんばんは。こんばんは。どうもこんばんは。よろしくお願いいたします。はい。まずありささん、自己紹介をお願いしてもよろしかったですか。はい、あ、はい。はい。沖縄県で、ご紹介いただきましたように、ラジオパーソナリティですとか、あと、司会などをお仕事とさせていただいてます。白間ありさと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありささん、私、ともやくんのラジオですね。はい、あちらの方で、お聞きしておりまして。ありがとうございます。はい。実はごめんなさい、私も詳しく存じ上げてなかったのが、はい、以前ラジオ沖縄さんの方で、はい、ラジオカレポーターされてたということで、
そうなんです。はい、今でもお世話になっておりまして、あ、そうですか。マラソン大会とか、はい、そういう時にはリポーターをさせていただいたり、はい、あと、はい、今でもパーソナリティとか、ラジオショッピングで今お世話になってます。あ、そうなんですね。はい。そうすると、ラジオカーレポーターとして始められたのはいつぐらいなんですか？はい、ですね、ラジオカーリポーターとしては、はい、14年ぐらい前にスタートして、はい、で7年半ぐらいですかね、はい、ラジオカーリポーターとしてお世話になってました。あ、そうなんですね。はい、そうなんです。ラジオカーリポーターはもう応募されてっていうことなんですか？あ、そうですね、ラジオカーリポーターというよりは、はい、ラジオ沖縄が当時、はい、パーソナリティとかそのリポーター枠というのを募集してまして、はい、で私はちょうどその時本土から戻ってきたばかりで。あ、そうなんですか。はい、はい、ちょっと大学で本土に行っていたので、はい、それでそのままちょっと向こうにいたので、はい、でそれで、沖縄にお正月で帰ってきたタイミングで、はい、応募しようかなと思って、はい、まあ、一か八かで、本当に応募したら、はい、まあ、オーディションがあって、それで、受かったという感じですね。ああ、そうなんですか。はい。どうですか、ラジオカーレポート最初されてた時というのは、やはり緊張されたりとか、もう何かわからなかったとか。はい。もちろん緊張しましたし、何がわからないのかがわからないので。はい、ああ、はい。もう聞こうにも聞けなくて、はい、先輩たちには、まあ、大変お世話になりましたね。先輩とかディレクター、スタッフには、はい、もう本当にいろんなことを教わりましたし、また現場にいる状況はどちらかというと、はい、現場で覚えろ、仕事を覚えろという感じだったので、はい、もう、自分で学び、そして分からないところは、はい、もう先輩がきっと同じような気持ちで、はい、最初は過ごしてきたんだろうなと思ったので、先輩に聞いてみたりとか、はい、もう緊張緊張、今でもでも緊張はしますけどね。ああ、そうなんですか。はい、しますよ。ああ、いや、今お話してる感じでは、本当に、流暢にお話しされてますし、私もラジオで聞いたことありますけど、緊張されてる感じはあまり取られないかなと思いましたけども、はい、そのですね、ラジオで、前回、はい、ハート FM 南條さんにも、電話ゲストで、出演させていただきましたものが今、ここにいますので、変わります。はい、そうなんですね。こんばんは、味噌煮込みスキーです。味噌煮込みスキー、はい、もうメールもありがとうございます。ともやくんのラジオではとてもお世話になりまして、こちらこそ。ね、ありがとうございました。もう、この3人のメンバーでわちゃわちゃと、はい、賑やかしくしてしまって。いえいえ、楽しかったですね。ね、面白かったですね。ええ、もうなんかすっかりね、番組のカラーを変えてしまって申し訳ないですけれど。いえいえ、全く、ね、もうともやくんと、あと、八木さん、ディレクターの八木さんと一緒に、もう、3人で、面白かったね、あっという間だったね、っていう感じで。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。アリサさん、今、RBC のアイラジオの、はい、野菜ソムリエスタジオも出られてますよね。そうなんです。ありがとうございます。そうです。各週ではあるんですけれども、玉城美香さんと、交代交代で、コーナーを、持たせていただいて、はい、お世話になってます。ああ、やっぱり、なんか、その、野菜ソムリエスタジオの、その、出られたきっかけっていうのは何かあるんでしょうか？あ、ですね、野菜ソムリエスタジオは、私と美香さん、まあ、大体、同じぐらいのタイミングで、野菜ソムリエの資格を取ったんですね。はい、そうなんですね。一応、私が後ではあるんですけれども、で、取って、で、私もいつか、この、野菜ソムリエ関係の番組ができたらいいな、というふうに、ちょっとぼんやりと思っていたところ、美香さんが、RBC アイラジオさんで、持つということだったので、一回じゃあゲスト出演してみないということで、ゲストで一回出たんですよ。あ、そうなんですね。はい。そこから、はい、じゃあ、
一緒に勉強しながらコーナーとかやってみないということで、最初はですね、あの農家さんのところに行ってリポートをしてたんですね。あ、はい、リポートをしてて、それから、あの、まあ、学習で、ミカさんと一緒に学習帳ということで、野菜ソムリエの勉強をしてきたことで、印象に残ったこととか、あと、旬のお野菜のお話とか、そういうことを今はコーナーでお話をさせていただいているという感じですね。あ、なるほどね。やっぱりそういう資格を取られて、それがきっかけでってことで、あ、そうですね。ね、あ、なるほど。はい、サウロお兄さんツイキャスでいただいております。ラジオのでの声と電話の声、なんか違うって本当ですか？小勝からもしさん、青森から聞いてらっしゃる方がね、可愛い声だなーって。いえ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 。笑うときはもう、私の友達は、あんたが笑ったらすぐわかるっていうか、可愛いって言われるんですけど。いいです。隣でですね、もう一人ね、もう、ありささんと喋りたいっていう方がいるので、聞いていただいてもよろしいでしょうか。ぜひ、お願いします。はい。はい、ありささん、こんばんは。こんばんは。滑り王子でございます。あ、どうもどうも。いやいや、私、すごい面白いネームだなと思って。ね、ちょっとこの間、ともやくんのね、番組の時は、バレンタインデーでしたよね。ごめんなさい。今、ちょっとごめんなさい。途切れてしまって。バレンタインデーの時に、バレンタインデー、はい。ですよね。はい、はい、はい。時からですね、王子一つも、チョコレートをね、いただいておりませんので、今現在も受け付けております。ふざけるな。もうホワイトデーも終わったんですけど。あ、そうだね。え、よかったりするんですか？いや、それはもうね、一年中ですから。バレンタインを、あ、なるほど。もう一年中じゃバレンタインデーっていうことで。そうです。もう頭の中がね、バレンタインデーでぐるぐるしてますんで。すごい幸せな感じですね。そうですよね。もう皆さんね、よくね、そうやってね、言っていただけるんですけどね、ただ単に何も考えてないみたいなね、そればっかりっていう、そんな風に思われてますけども、あと一つですね、右川さんにね、お伝えしていただきたいことがあるんですけども、はい、うん、ここでやるか。ここで言うの？ここでは、今日ちょっと時間がなくてね、一つね、ね、アリサさんね、はい、ラジオの番組で、ね、名古屋のね、ヤクミツルとね、お話ししたよって言ってください。お引き取りください。そしたらね、よくね、分かっていただけると思いますんで。名古屋のヤクミツルさんとお話ししたって言えばいいですね。はい、そうですね。ミーカがいましたからね。ね、本当にね、私ね、ちょっともっとシュッとした感じでね、もっとイケメンに映ってるのかなと思ったら、ね、ヤクミツルと言われましたんで。で、その時、ね、最初は、ちょっとね、ヒゲを蓄えておりましたけども、また次回会った時にヒゲをね、綺麗にね、剃っていったんですね。おだまり。それでもね、言われましたよ。なんて。ヒゲを剃ってもヤクミツル。もう、王子ショック。ちょっと待って、これヤクミツルさんに失礼じゃなくて。ミカに言って。はい、ということでですね。はい。はい、ちょっと待って、今こんな終わり方でいいの？いいの？いや、もう、もうこれ以上、ちょっとダメ、ダメ。危険ですかね。はい。ちょっと放送が持たない。はい。はい、もう、アリサさんが困るからやめてほしい。そうだよ。俺、サウロお兄さん、相手が困ってるし。そう。困ってる。いや、なんか、すごいネーミング、誰がつけたのか、本人がつけたのかなって、今、頭の中でぐる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 してまして。いや、もう、ぐるぐるじゃ、くるくるパーですから、しょうがないですね。はい。はい、今度ですね、またね、こうやってね、ラジオでお話ができるときはですね、はい、王子のね、スペシャルエールを送りたいと思いますのでね、その時までね、はい、お楽しみにしてください。わかりました。じゃあまた次からということですね。やるんか。やるよ、ね。はい。ということでですね、はい、すいません、こんなぐだぐだな、終わり方で申し訳ございませんでした。またね、ともやくんの、ラジオ、あと FM 南條さんとか、あとラジオカーレポートも頑張られてください。はい、あと、野菜ソムリエスタジオとね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、また、ハート FM 南條の、ともやくんの番組の投稿いたします。ぜひ、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとうございました。本日、はい、本日本日のゲスト、白間ありささんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。
はい。もう、アリサさんがとっても困ってたよ。あんで、さ、あ、そうそう、ソラシドーマさんが、こたつ強なのに、おかんがする。あれ、もしかしたら、風邪ひいた？おがちからもしさんも、だんだん寒くなってきた。サウロン兄さんも、もう、顔文字で、ガクガクブルブルってなってる。ね、ダウンジャケットはね、皆さん着込んでください。ねえ、もう大変。では、メール、戻ってもいいです、はいはいはい、はい。では、いきます。はい。ハイタイ、沖縄からアイスプリンです。ありがとうございます。ありがとうございます。家に常備している飲み物は、水と炭酸水です。炭酸水は、夫のハイボール用なのですが、たまーに子供が水と間違えて炭酸水を飲んで、ギャー辛いとなっています。しょんぼり。しょんぼり。ということでありがとうございます。はい、ありがとうございます。わからないですね。同じ透明ですもんね。わからないですよね。ね。はい。はい、続いてですね。はい。連投失礼します。あら、どなたですかね。フルムーン新一さんでした。テーマ、飲み物。はい、ありがとうございます。妻の影響で、最近各国のお茶が好きです。シンガポールのジャスミングリーンティーを飲むと、一気に現地の雰囲気がします。沖縄のおすすめ茶は、ヤンバルのカラギ茶、シナモンの香りが最高です。一度お試しあれ。名古屋の名物茶も教えてください。名物茶。名古屋ありますかね。なんだろうね。喫茶店がすごいっていうイメージしかないな。まあ、お茶だったらあれじゃないですか。普通の緑茶で。緑茶だね。西尾の、ね、西尾市で抹茶なんですよね。うん、実は、なんだろう。結構、抹茶の有名どころというね。宇治、まあ、宇治、京都の宇治も有名ですけど、はい、西尾の抹茶結構工業用の抹茶として結構有名です。安くて美味しいです。うん、はい。はい。あれ今あれですよ。ケーキ作ったり、アイスクリーム作ったりね。ね、結構材料使ってますよね。はい、あと、卵屋さんからメール来てます。はい。はいはい、メール、メッセージ読んでくださってありがとうございます。食堂の給茶器は美味しい緑茶が出てきます。我が家では茶柄が出るのが嫌なので麦茶パックの麦茶です。緑茶はカテキンが殺菌するからコロナウイルスにも良いとか。仕事は温かい美味しい抹茶をちびちび飲みながらコロナウイルス対策してます。また来週っていうことでした。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい。エンディングですね。エンディングでーす。はい。うん、はい。来週のテーマは野菜、好きな野菜や美味しい野菜のいただき方教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和ザ・カバーズ絶賛発売中大城バネサの R サプライフォークリフト整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓高級木材のご用名は名古屋中川名木個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさんこちらの提供でお送りいたしました。はい、じゃあありがとうございました。ね、ツイキャスまだ繋がってますか？はい。かみつきばあちゃんさんが、あ、王子、ミーカ、大好きでしたね、って。そうだよ。あれ、待っといて、王子って、だってプレゼントの絵のマーク書いてあるけど。なんだろう。え？なんだろう。あ、はい、浦添のしんちゃんさん、ルートビアが好きかなーって。はい、ということでですね。はい。はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。